なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。新しい物語のスタートです。異世界のんびり農家28、ハイエルフ29、エルフに対する認識、朗読を始めます。異世界のんびり農家、ハイエルフ、リアです。リースです。リリです。リーフです。リコットです。リゼです。リタです。リア、リース、リリ、リーフ、リコット、リゼ、リタ。自己紹介してくれた7人の女性たちは全員が同じ種族で、耳が長かった。エルフ、ハイエルフですが、エルフで構いません。違いがよくわからない。ティアさんに勧められここに来ました。お願いします。ここに住ませてください。俺がティアを見ると、彼女は俺の両肩に手を置き、顔を寄せてきた。彼女たちの悲しい過去を説明するわ。彼女たちハイエルフは、ここよりかなり北の場所に集落を持って生活をしていたのだが、200年ほど前に人間の戦争に巻き込まれて壊滅。その際、一族は散り散りになり、放浪しながら定住できる場所を探しているのだそうだ。これまではずっと森の中を移動しながら生活をしていました。定住できる場所がなければ、一族を増やすこともできません。お願いします。7人は頭を下げる。彼女たちに頭を下げる習慣はないが、事前にお願いの作法としてティアに教えられたらしい。なので不慣れな感じなのだが、それでも7人の女性に頭を下げられると少しビビる。そんな体験をしたことがないからだ。労働力としても期待できるし、お願い。私も良いと思うわよ。ハイエルフの一族は優秀だと聞くし、見た目も良い。あなたたち、まだ若いのでしょう。ティアは強く押し、ルーが賛同する。一番上が私ですが、400と少しです。私が一番下で300ぐらいです。リアが最年長で、リタが最年少らしいが、変化がわからない。全員スラッとした大学生、もしくは高校生ぐらいに見える。エルフだからか、全員が美形、もしくは可愛系だ。ともかく定住希望だが、労働力が増えるのは正直な感想で嬉しい。いろいろな同居人がいるけど、喧嘩はしないようにしてくれるなら構わない。だから俺は許可を出した。ありがとうございます。一生懸命に頑張ります。よろしくお願いします。7人の女性たちから歓喜の声が上がった。7人の女性たちはその後、座布団を見て気絶し、黒たちを見てもう一回気絶していた。黒たちを見て気絶するのは初めてだな。犬が苦手なのだろうか。その後、7人の寝床の確保のための小屋作りが行われた。個別ではなく、7人で住める場所が良いとのことで、大きめの小屋を建てることになった。大きめの小屋の時点で、小屋じゃないか。普通に家だな。さすがに7人が住めるサイズとなると、1日では完成しない。しばらくはリアたちが持参していたテントで寝てもらう。小屋の建設場所はリアたちの希望を聞いて、ため池予定地の南、新旗エリアの西の場所になった。俺の寝床からは南西になる。少し離れた場所になるが、構わないのかと聞いたら、ぜひここにとなった。なぜだろう。南西エリアを畑と同じように4面×4面の16面で区切ると、真ん中少し北寄りの位置が建設希望の場所だ。周囲に何もなく、ポツンと立つ感じで寂しく思えるが、まあ希望はできるだけ叶えてやろうと、言われるままの場所を建設予定地にする。その後、まずは南西エリアを区切るためにも丸太柵と堀を作る。新旗エリアと接する部分の堀は少し考えて残した。人が住む場所は少しでも防衛が固い方が良いだろう。その後、井戸とトイレの場所を決めて建設。今後を考えて地下室とゴミ捨て場も作っておく。俺は出たゴミをすべて万能農具で肥料にできるが、彼女たちはできない。だから
ゴミ捨て場が必要だ。掘る作業や木を切る作業は俺の独占場だったが、木材を用意した後の建設では7人は頑張った。いや、俺よりも力があり、器用だった。丸太の加工や組み方など、いろいろと参考になる。俺が中途半端に手を出す方が邪魔になる気がしたので、彼女たちに任せ。俺は彼女たちの指示に従って穴を掘ったり、地面を固めたり、木材を集めたりした。10日ぐらいで、立派なログハウスが完成した。しかも、俺の諦めた高床式、2階建て。軽いジェラシー。だが、俺は学んだ。彼女たちの建設の工夫を、ふふふ、寝床にしている小屋を新しくしてみるのもいいかもしれない。ログハウスは東西に長く作られた長方形型。玄関入ってすぐに大広間兼ダイニング。みんなで作業をしたり、食事をする場所らしい。部屋の中央に室内でも火が焚けるような囲いがある。床に埋め込んでいない囲炉裏みたいなものだ。大広間の左右に扉があり、俺の感覚だと台所や風呂になるのだが、ここではそれぞれが倉庫になっている。大広間の左右に階段があり、それで2階に。2階があるのは大広間左右の倉庫の上で、大広間の部分にはその左右の部屋をつなぐ通路しかない。なので大広間は非常に開放感がある。2階の片側に行ってみると、扉が一定の間隔で並んでいる。それぞれの個室らしい。一部屋は細長く作られ、内装はベッドと小さなタンス、そしてテーブルと椅子が一つずつ。内装類は全部俺が作りました。万能農具のおかげです。俺よりも器用に加工する彼女たちだが、万能農具を扱う俺の速度にはさすがにかなわない。まあ気に入らなければ自分たちで作り直すだろう。片側に4部屋あり、反対側と含めて8部屋。一部屋は空き部屋にしておくようだ。座布団やその子たちが作った布団や座布団、カーテンなどをつけたらリアたちが寝る場所に関しての問題はないと言ってよいだろう。うん、よかった。ログハウスが完成するまでの間に、彼女たちはなんだかんだとここの生活に慣れた。特に畑の作物の味に感動していた。好みはかぼちゃ、大根、ナス、そしてなぜかニンニクだった。ビジュアル的にニンニクを一気食いするのはやめてほしいなあ。時々黒たちと共に狩りに出て弓の腕を披露してくれた。黒たちが同行を嫌がっていないことから、なかなかの腕なのだろう。座布団やその子供たちとも衣類に関して相談できるようになっているので安心した。何か問題があったら言ってください。わかりました、村長。ちなみに彼女たちは俺のことを村長と呼ぶ。抵抗したが押し切られた。最初は王や漁師様だったのだからマシにはなったのだろう。村長様から様を取るのが大変だった。俺がリアたちの家作りから解放され、通常の作業に戻った翌日の晩から、リアたちが数人で俺の寝床に押し寄せるようになった。どういうこと？俺の疑問に何を言ってるんですかとの態度でリアたちが答える。繁殖です。種族のためにお願いします。ここに定住したら種をいただけるとティアさんが。私頑張ります。俺はルーとティアに助けを求めたが無駄だった。そして知った、南西エリアのど真ん中にログハウスを建てた理由。それは今後繁殖して増える気満々だったからだ。抵抗したが無駄だった。意志が弱いと罵ってくれても構わない。その後女性陣だけの話し合いでローテーションが決められた。俺の希望を言う隙間はなかった。三角座りでぼーっとしていた俺のそばに、クロニとイリスの子である正幸が来て慰めてくれた。異世界のんびり農家、エルフに対する認識。少し時間を巻き戻し、リアたちが来た直後に少し驚いたことがある。ええ、火を使って肉とか食べるの？ええ、ひょっとしてここで火を使ってはダメでしたか？いや、そうじゃないけど、エルフといえば
森の中で自然と共に生活をする一族で、火を嫌うと、ははは、火を使わずにどうやって生きていくんですか。だから自然と共に、例えば、日の出と共に起き、日の入りと共に寝る。食べ物はなった好み。森を大事にし、木は傷つけない。鉄製品は身につけない。漁師様はやめてほしいと何度も言ったと思うが、なんだ、自然をなめないでください。そんな生活を森の中でやったら、すぐに死にます。一日も持ちませんよ。そうだね。実感のこもるリアの答えにうなずいて同意しつつ、俺の中のあったエルフ像は放棄した。放棄したつもりだったが、採掘に家事仕事。はい。それで、採掘に関してはこちらでやりますので、家事場作り。メインは炉を作る方ですね。協力をお願いします。炉ができれば、鉄でいろいろなものを用意できますよ。それは嬉しいが、家事、何か問題が。いや、その、家事できるんだ。ええ。ナイフとかナタとか、特に矢尻は自作しないと手に入らないじゃないですか。ドワーフの出番はないな。うん。リアたちの指示に従い、炉作りを始めた。勉強になる。何でも、200年も流浪の旅をしていたので、大抵のことはできるらしい。できなかったのは定住と繁殖。定住は安定した食料確保が厳しく、繁殖は定住地がなければ身重になった際に危険だということだ。定住地が見つかっても、男性がいないのだからどうするのだろうと思ったら、どこかから調達するつもりだったらしい。詳しくは聞かないでおこう。現実、今の俺がその調達された男のポジションらしいし、リアたちは収穫に関しても大きな戦力だった。特に俺が後回しにしてきた小麦の扱いに長けていた。小麦まであるんですか？これですか？なるほど。俺は穂が完全に乾いてから収穫したつもりだったが、まだ少し早かったらしい。その後、さらに干した後に脱穀、製粉するらしい。聞けば稲と一緒の流れだった。リアたちは保管してあった小麦を脱穀し、製粉。ついでとばかりに、焚き火でパンを焼いてくれた。パン作りには、これが必要なんですよ。リーフが大事そうに持った小さな壺を見せてくれる。中はフルーツを発酵させたようなものだった。前の世界の記憶で、そういやイースト菌がないと膨らまないとか言ってたな。これか。定住していないのに、いろいろと詳しいし、いろいろと持っているんだな。流浪する前はやってましたから。なるほど。畑作業ができて嬉しいです。個人で畑を作っていいですか？構わないけど、育てたい種とか苗があるのか？はい。流浪している時に集めた実があるんです。そうか。なら、他の作物に影響のない場所で頼む。影響が出そうなものは育てませんよ。家の裏側で、最初は小さくやっていきます。問題があったら、言ってください。わかった。万能農具は便利だが、俺の想像だけでは限界があるだろう。いざという時のことを考え、自力農業ができるに越したことはない。その一歩として頑張ってほしい。リアたちが戦力になるのは分かっていたが、水路作りにも協力してくれた。座布団の子供たちと合わせて、非常に効率が良くなった。この調子なら年内は。厳しいな。何せ、リアたちの家作りやその他でなんだかんだといい季節になっていた。ちなみに、今年も黒たちは出産ラッシュだ。誰が誰の子か把握しきれない。一応、言えばこれが私の子ですと連れてきてくれる程度に賢い黒たちだが、俺は子犬の見分けがつかない。吹雪ほど目立ってくれればありがたいのだが、基本的に真っ黒。個人の特徴が出るのが額の角で、角の形、角の奥の光り方や色で個体識別は可能だが、生まれたての子供たちは角がないから。あと、そこで個体識別をすると、生え変わりの季節に困る。黒たちは賢いので、
名前を間違えると拗ねるのである。そしてまだ名前をつけてもらえていない者たちは名前をつけてもらおうと奮起している。いや、さすがに限界があるから。ともかくまた必要となる食事が増える。頑張ろう。新畑エリアの南側にさらに畑エリアを拡張。新畑エリアは4面8面の32面になった。1面がだいたい50メートルなので、新畑エリアの農地は200メートル、400メートル、面積にして8万平方メートル。確か1ヘクタールは1万平方メートルだから、8ヘクタール。これが農家として多い面積なのか小さい面積なのかよくわからない。ただ万能農具での育成なので年間に3回から4回の収穫ができる。俺、ルー、ティア、リア、リース、リリ、リーフ、リコット、リゼ、リタ、黒たち、100頭以上いる。ああ、家族である黒たちをピキと数えるのもなんなので、時々は頭を使うようにしている。しかし、子犬時代を知っているのでなかなか馴染まない。つい、ピキで呼んでしまう。座布団。その子供、数えきれないほど。同居人が一気に増えたので、収穫量が足りるのか怪しい。また、本当に周囲の森の動物を狩り尽くさないか心配になってくる。黒たちがトマト以外にも気に入る作物を見つければ、それを大量に作るのだけどな。秋の寒さを感じ始めた頃、実験で植えていた果実系の木に実がなった。まだ豊作という量ではないが、それなりの数が収穫できた。リンゴ、梨、みかん、オレンジ、柿、桃。どれが受けるかなと思っていたら、どれも好評だった。クロたちなどは、桃を器用に食べて硬い種を残していた。みかんは冬でこもっている時に食べたいなと思っていたら、ティアが手を黄色くしながら猛烈に食べていた。あの勢いなら冬まで残らないだろう。リアたちはリンゴや梨を中心に食べている。俺がリンゴをウサギの形に切ったり飾り切りをしたら食べていいのかどうかわからずに困ってしまっていた。ルーは桃が気に入ったのか黒たちと競うようにして食べている。できれば大きいサイズの体で食べてほしい。中学生ぐらいのサイズでそれをされると保護欲がかきたてられる。ちなみに収穫した果実の一部は座布団とその子供たちに渡している。果実系の成果は座布団たちのおかげだ。しばらくは実験で植えた木だけだが、再来年には果実エリアの木たちが頑張ってくれるはず。好評で何より。ちなみに俺は牡蠣が好きだ。牡蠣はジュクジュクなやつより硬いパキッとしたものが好みだ。収穫したての牡蠣はそんな感じで嬉しかった。次回は異世界のんびり農家30、異世界もののお約束、リバーシとチェス31、スライムが来た春、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。